ウィリアムズ FW13 はウィリアムズが1989年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計者はパトリック・ヘッド。第13戦ポルトガル GP から最終戦、オーストラリア GP まで使用された。1990年は開幕戦から最終戦まで FW13 バイトが使用された。1989年、 ウィリアムズは、ルノー製の V 型重気筒 3500cc、自然吸気エンジンを使用した。FW12C を使用して、開幕を迎え、シーズン途中で FW13 を投入するスケジュールだったが、実際に FW13 がレースに持ち込まれたのは、シーズン終盤の第13戦ポルトガル GP のことだった。フロントサスペンションは、FW12C のプルロットから、 プッシュロットへと変更された。FW12C は、モノコック内部にスプリングダンパーユニットを収めていたが、FW13 では、サスペンション上側のリンクは、モノコックの外側に移され、ここから、ノーズ先端までは別体のカバーが取り付けられた。そのノーズはつらの、コブが FW13 の特徴となった。サイドポンツーン側面のエアダクトは廃され、燃料タンクは、 ドライバー側面まで伸び、ロールバーはループ状のものではなく、車体中央に棒状のものが取り付けられた。また、1990年の規定にも容易に変更できるようになっていた。インダクションポッドは独特のデザインで、横幅のある楕円形の形状だった。デビューレースとなったポルトガル GP では、リアエンドは FW12C のものを流用したものだったが、 スペイン GP で本来の FW13 用のものが取り付けられた。FW13 が使用されたのは終盤4戦のみ。第15戦日本 GP ではアイルトンセナの失格によりに3位を獲得。豪雨の中行われた最終戦オーストラリア GP ではティエリーブル10のドライブで優勝を飾った。FW12C での成績を含めコンストラクターズランキングは2位。 シャーシエンジン FW13 に新型、ルノーエンジン RS2 を搭載した。ドライバーは1989年からの継続。第3戦3割の GP では、リカルド・パトレーゼが7年ぶりの優勝を達成。第10戦ハンガリー GP では、予選フロントローを独占し、ブーツエンが全周回トップで、ポール・トゥ・ウィンを果たした。フェラーリ、マクラーレンの2強には及ばず。 ベネトンと3番手のポジションを争ったが、最終的にコンストラクターズランキング4位に後退した。シャーシエンジントミアから FW13 バイトのマリの GP 仕様が1、20のプラモデルで発売されている。ブーツェントパトレーゼの2種類のスライドマークとドライバーフィギュアが付属。タバコ広告問題の絡みで、バークレーのロゴはドライバーの名前に置き換えられている。 現在も継続生産されている。スタッツ F1 ウィリアムズ FW13statsf1.com2010 年8月23日閲覧 F1 グランプリ年間1989から1990アラン・ヘンリーバベル・インターナショナル分け CBS ソニー出版1990年ピアニッシモ164 ISBN4-789705021 ありがとうございます。